異常なし、脈もなのでずるい目をでしょう。目を覚ましました。え、見せて見せて。いやー、ほんとよかった。もうちょっとで私のお箱、初級順位必須応急処置スキル心肺蘇生法を使うところだったよ。まあまだ使ったことないんだけど。しか、ごめんごめん、寝起きにこんなペラペラ喋られちゃ迷惑だ。具合はどうですか？体に異常はありませんか？私はシカで、こっちがヤンヤン。雲稜谷という黄竜領地内の昆州城外の場所です。その格好、黄竜の方ではないみたいですね。漂泊している旅人、もしくは帰郷の方でしょうか。なぜここにいるのか、それに自分が誰なのかもわからないですか。こんな後遺症、白紙からも聞いたことないよ。風から危険の予兆を感じます。天空海の発生、新たな無音区が形成される予兆です。このままここにいると危ないよって意味。あ、やっぱり天空海のせいでデバイスの信号がなくなった。通信も切れちゃって誰とも連絡つかないね。急いで白紙と合流しないと。にしてもあんた本当に何も覚えてないんだね。まあ平気平気。何か質問があったら移動しながら話してよ。私とヤンヤンが全部じっくりバッチリ教えてあげるからさ。漂泊者さん、元の名前を思い出すまでそう呼んでもいいですか。ここに長居するのはあまりよくありません。もしよろしければ漂泊者さんも私たちと一緒に行きませんか。よし、じゃあ行こう。あんたは何も覚えてないみたいだけど、これだけは 99%、 いや 100% 確定できる。それはあんたも共鳴者だってこと。漂泊者さんは手の甲に音痕がありますし、ひょうたんも持っています。見た目は少し違いますが、この2つはどちらも共鳴者の特徴です。それとヤンヤンが共鳴能力で風から情報を読み取ってるみたいに、一部の共鳴者はなんとなく無音区が形成されてることを感知できるんだ。まあ私には何もわからないんだけどね。今は静かで平和だけど、急に危ない残像が出てくるかもしれないから気をつけて。って言ったそばから、この手に集え。次は絶対先手を取るぞ。出ないとマーシャオファン、いやいや力らしくないんだ。
どうしました？どこか具合でも？もしかしてさっきの戦いで？採取について思い出したのですか？これは今週の採取の彫像です。採取は交流にある一定六州にそれぞれ一人いて、皆異なる外形をしています。今週の採取は核と呼び、竜の姿をしているのです。まさにこの彫像のように。文明と歴史があるところに採取は存在する。交流は長い歴史と豊かな文明を誇る土地です。なので最も多くの採取がいる場所でもありますね。また交流の各地域をそれぞれ統治する採取ですが、元は一つの存在だったという記録もあります。もちろん他の場所にも採取はいます。でも数としては交流よりもはるかに少ないです。ほとんどの交流の採取は竜の見た目をしていますが、その他の地域だと異なる見た目をしています。中には言葉で表現するのが難しい採取もいるのですよ。え、採取が？採取の姿を目にするなんてなかなかできません。それこそ就任式ぐらいでしか。それなのに採取が近くに見えているのですか？ということは漂白者さんは採取の共鳴者？でも今の今週採取の共鳴者はレイン様ですし。え、やばい、これって巨老級の残像だよね。シカを助けましょう、漂白者さん。初めての共闘なのに息ぴったりだったじゃん。いや今のは危なかった。信号灯はもうすぐだよ。信号灯に着いたら登録しておくと便利だぞ。それに半径5メートル以内なら信号灯が敵の攻撃を防いでくれるから、信号灯に着いたら登録しておくと便利だぞ。それに半径5メートル以内なら信号灯が敵の攻撃を防いでくれるから安全な場所でもあるんだ。漂白者さん、デバイスを貸してもらえますか？これで大丈夫です。機種とバージョンが違ってもデータの送信などの基本機能が使えるようになりましたよ。もうすぐ谷口に到達します。高低差がありますのでデバイスのパラシュートモジュールを使うと便利ですよ。谷口を出てもうちょっと歩いたら昆虫城に着くよ。
城内はどこよりも安全な場所なんだ。なんてったって天皇が作った防御施設は難攻不落。中枢信号塔が城全体を覆うようにでしょ。今週は石崩れの高地と北楽の原に面しており、関所と要塞の役割を持つので交流の要衝と呼ばれています。白氏、ここで待ち合わせするって約束したのに来ないな。天空海がここに発生します。文句？いつの間に？来た時はまだなかったよね。ここへ来た時には感知できませんでした。え？早いにも程があるって。天空海には追跡機能でもついてるのか？まるで私たちの後を追ってきたみたいじゃん。無音区の中央、あれって白氏じゃん。白氏、白氏、遠すぎて声が届きません。形成されたばかりの無音区は一定時間潜伏期に入るので、比較的潜伏期の持続時間は無音区の形成時間に依存します。形成時間が短いほど潜伏期が長い、そして潜伏期が長い無音区からは強力な残像が生まれます。そして形成時間が短いほど潜伏期が長くなる。だからこの無音区は一定時間内であれば安全なはずです。はい、それにパラシュートの滑空距離では無音区の範囲を超えられません。まずは白氏のもとへ急ぎましょう。デバイスの滑空機能を使いましょう。漂白者さん、私に任せてください。なんでこんなところに。ねえ白氏、聞いてってば。私たち、あれ、大丈夫みたいね。よかった。もうすっごい元気だよ。さっきも巨狼級の残像をやっつけてたし。いや本当に元気だねはい、特に問題はなさそうです。略氏はただあなたのことを心配してくれているんです。確かにさっきまで倒れていたあなたをむやみに連れ回すべきではありませんよね。おしゃべりするなら場所を変えましょう。
行こう。油断した。バリア頑張って壊そうとしたんだけどびくともしなくてさ。私も大丈夫です。あれほどの残像を軽々倒せる漂白者さんって。私は特に何も、全て漂白者さんのおかげです。雲稜谷はそれほど危険な場所ではないはずなのですが。そんなことより、これ見て。これは残響ですね。おお、さすが、あんたついてるね。漂白者さんは残響と音階について覚えていますか？万物は周波数で構成され、音には必ず響きが残る。これは残響と呼ばれるもので、デバイスのデータドックを使えば回収できます。デバイスってのは共鳴者たちが持っているあの瓢箪のことな。交流の技術は世界一。でも残像を倒したら必ず残響が手に入るってわけじゃないんだ。これはデータドックのレベルが関係してて、データドックのレベルが高いほど残響を入手できる確率が上がります。残響を手に入れれば恩返という心強い味方になってくれますよ。
ですが、先ほどデバイスが発した警報は怒涛級以上の残像の出現を知らせるもの。漂白者さんのデータドックレベルでこの残響を回収できるのでしょうか。とりあえずやってみよう。あ、ダメか。時間の経過とともに残響は無償し、天空界も消える。そうすれば遮断された通信信号はおのずと回復する。そして無音区は次なる蘇りを待ち、再び静寂を取り戻す。この異常現象は各所に報告する必要がありそうね。まずはここを離れましょう。この力は一体。あんた、まだそんな技を隠し持ってたのか。こんな共鳴能力見たこともないよ。もしかしたらまだ他にもすごい力持ってるんじゃない。残像丸飲みとか恩返し炭焼きとか。漂白者さんの失った記憶と関わりがあるのでしょうか。今ので何か思い出したことはありますか。気分はどうですか。何かおかしなところはありませんか。お体は、具合は、吸収した残響の影響は。略し漂白者さんを過疎研究院に連れて行って共鳴医療科で診察を。略し体が恩害を吸収する。得意な例ではあるけれど全く前例がないというわけじゃないわ。体が恩害を吸収。季節眼交流編の冒頭にこんな言葉があります。この世におりし天人、健康を師匠に宿し、その身に恩害を収める。一気行化、生まれし万古、天地を覆い、敬意相応をもって四方を照らす。しかして交流史は始まり、初めて定州を分かつ。また漂白者さんの謎が深まりましたね。本当かどうかはさておいて、これすっごい昔の話だよ。今週なんて概念もまだないんじゃない。もしかして漂白者、私たちのご先祖様だったりする。まだデータサンプルと研究分析が足りない。結論を出すには至らないということ。漂白者、あれ？受信できるようになった。これは変帝から今週全域への映像メッセージですね。今週の皆さん、お忙しいところ失礼します。今週の婚礼員、今氏です。月追祭が近づいており、今週にも各地から客人が訪れています。この素晴らしい祭日、民の期待に応え、人々が楽しく過ごせるよう心から願うばかりです。古来から今週は残像町を退ける前線拠点としての役を担ってきた険しい土地。後退も失敗も許されない、そんな戦争の重責を果たしてきた。ですが大
本州を支えてきた民のおかげで、このような繁栄と平和を築くことができました。皆さんの存在が世界に輝く今週を作り上げたのです。我々は常に恐れに屈せぬ意志と温かく誠実な態度を抱いてきました。それはこれまでもこれからも変わることはありません。そこで皆さんに一つお願いしたいことがあります。ここを訪れる者の中に世と今週、そして交流にとって非常に重要な客人がいるのです。この時を長く待ち望んでいました。あなたは目覚めたこの世界にきっと混乱していることでしょう。周囲で起きている奇怪な現象にもすでにお気づきになられているかと思います。ですので、もし今週境内にとどまるおつもりでしたら、今週城内の変廷でお会いできないでしょうか。すいません。しかし諸々の助力をあなたに提供させていただくことができます。もちろんこれは要請ではなく単なるお願い。いかなる道を進まれようとも、それはあなた自身の選択でございます。したがって今週の皆様、お願いします。その客人と出会うことがあれば、便宜を図り精一杯もてなしてください。なんというか、レイン様が言っていた客人は漂白者さんですね。漂白者さんのこういうところは薬師に似てますね。って、そうじゃなくて。漂白者さんはどうしますか？谷にいた時、漂白者さんは今週祭祀の彫像を見て祭祀の記憶の話をしましたよね。その記憶が本当の出来事なのかは分かりませんが、レイン様からの通信内容が本当なら、漂白者さんの経歴は今週と深い関係があるはずですが、レイン様の客人かどうかに関わらず、漂白者さんは私たちの大切な友達だよね。だって一緒にすっごい大変な目に遭ったんだもんね。こんな短時間であんな量の残像見たことないし、最後にはすごい大物もいたし。まあほとんど漂白者が倒してくれたけどとにかく今週城に着いたら絶対パンファ食堂の名物料理をご馳走してあげるからさ。体調を考慮して今週城に着いたら一回全面的に検査した方が良さそうね。恩害を吸収して以降、明白な異常は見られないけれど、他の危険性が潜んでいる可能性はまだ否定できないわ。それと今あるデータサンプル、とりわけ体の症状に関する情報がとても少ないの。ちょうどよかった。ここら辺で漂白者が吸収できるやつを捕まえよう。この鹿が片っ端から探してあげる。我が剣の刺す先に消えろ。さっきの再現できる？漂白者が吸収できるのはすごい残像だけなのか、もしくは種類が限られているとか、それともデバイスならできる。大成功！漂白者のデバイス
見た目は少し変わってるけど、基本的な機能は私たちのデバイスのと同じだね。これは予想外ね。本州城はこの先だよ。
漂白者さん？